さて内政を挟んでしまっていたので、ちょっとねこの毛利とあとは河野との戦、まあ、ちょっと見ていく前にまあ君らまた攻めてきたのか、次はどこだっけ、元山の方かな、相変わらずしつこいな。まあ いざとなれば、まあその外交、まあ朝廷工作使って守りきることはできるんですけれども、まあいいや、できる限りは我々の戦力だけでなんとか守りきれるようにしていこうね。我々はね村上家を攻めようかなって考えている矢先に、まあ、空気の読まない三好君がどうやら来た様子、またこの狙い撃ち、時の声、 そして魚でこの編成でこちらの陣まで進軍、兵力はマックスまで回復しているぞ、前回の戦とは違う、まあ、それは向こうも同じかな、相手は4部隊、まあ、まとめては来ないので、まあ、かっこ撃破で倒していきましょう、まあ、その間にこっちを見ていようかな。あ、平岡さんだこの顔、劣勢か、頑張れよ、後続部隊は結構足並みが揃っているような感じはする。あとは朝倉から出陣した場合、あのもしかしたら、まあ、攻められるっていうか、このね朝倉城心配かもしれないんで、まあ金沢さんにちょっと様子を見に行ってもらいましょう。まあ街道整備は整えているんで、まあ十分間に合うはず。さあ今回も守っていこう、相手は大西か、三好家でもそこまで強くはない。さあ門に張り付こう、これで門が強化されている。この辺から攻めればいいと思うんですけれどもね、あこの辺とか続きなさい、来たな、相手は黒人衆もいるからな、あ黒人衆そっちからいるんだ、ならば黒人衆同士の戦い、ならば私はこの大西君と戦って倒していきましょう。能力だけでいったらこちらが上か、よし狙い撃ちもたまっている、もう諦めてください、そうだ諦めろ三好家、勝負しなさい、黒人衆同士の戦いはなんとかいけそうだ、不甲斐ない、門の耐久は約3分の1、相手は700人ぐらいまでは削れた、魚での効果がもう切れる、いや、時どこいの効果がもう切れる、城内に侵入しました、門が破れたが、あと475か、交代しよう、決めます、黒人衆あとは任せる、私は魚ででもしておこう、さらには弱体化、この黒人衆すごいね、活躍してくれますよね、さすがだ、お、ノーリゲッチュ、さあ次から次へと来るぞ、河野くん頑張ってくれないかな加勢いたします、私はできれば毛利とは争いたくはないぞ、まあ無理ならばもう村上家は放っておいて、まあ河野の方攻めていくつもりですけれどもね、さあ交代交代、相手はまた小笠原か、あまり三好家の、あ突っ込んでくる、あまり三好家の面々は国替えとかはしないのかな、大体同じようなメンバーが攻めてはきているが、小笠原君射撃系だから苦手なんですよね、だがそろそろ敵の援軍も来るであろう、まだ来ないな、そろそろ敵の後続部隊が来そうな気はするが、ふむ、まだそこにいたか、まだ1部隊投入してくるんだ、仕方がぬまい、応戦しようではないか、ギリギリまで引きつけて交代しましょうかね、また総合くんね、でも総合くんがここまでに来る頃にはこの狙い撃ちとか魚で、そして時の声が溜まっている、黒人衆間に合いよ今回は、あでも忍び系なんですかね、始めるぞ、お来た総合君、
では戦っていこうではないか。まずは時の声、そして狙い撃つ、魚で底力とか使うなよ。弱体化の効果、守備力低下にはなっているか。縄文が破壊されました。これで決まりだ。これで決める。どうだろう、黒人衆を一旦前に出そうかな。距離は取っているつもりであるが、私もなかなか押し込められている。総合ぐらいは倒せるか。おっと、表情が始まるようだ。だが中断するぞ。いや、中断はしないぞ。おっと、陣を直接狙ってくる。そうはさせん。よし、そごうを倒した。素晴らしい戦果だ。よし、あとはもういい、交代しよう。いや、この陣も何度破壊されてきたことか。あ、だが三好長面だったっけな、長行か。彼はどこへ向かうんだ。高層城の方に向かうのか。別に高層城を攻めるつもりはないのだが、あ、しかも相手は三好長慶自ら来る。また皇族かな。細川宇治綱で、こっちはどうだ。あ、まだ河野持ちこたえている。素晴らしい。この村上京を落とすのはこの一条兼貞である。で、その一条さんが到着した。もうこっちに向かおうか。我が領内に敵が迫っております。やはり宇治綱が来るか。三好さん、ゆっくり来るね。我が領内に敵が迫っております。朝倉の方にも来るのか。なるほど、わざわざ海を通ってくる、ご苦労なことだ。だが、そうしているうちにも三好長家の部隊は破らせてもらおう。で、元山からもこの部隊を再刺激。出陣する。長宗我部さん、あ、元親がもう元服しているんですね。しかも相手はどうやら黒人衆はこれ以上出せない様子。進め。よかろう、ならば我々で倒してくれよぞ。姫武者発動するならもちろん後がいいな。とりあえず花さんは一旦後ろで控えよう。狙い撃ちや魚でといった相手を弱体化させる効果が、まあ、スキルが発動できるならば使っていこうかな。ちょ、お、秋さんも来るか。で、三好さんはこっちから来るか。さあ、応戦するぞ。まさか長宗我部もこうしたりはしないよね。かなり心配なんですけれどもね。足止めと激励か。ここからなら狙い撃ちは届かんか。魚でぐらいはいける。まだ耐久は持っている。狙い撃つ。時の声、激励ってなんだっけ。守備力か。ならばあまり意味はない。で、あとはこの一条兼貞、挑発は使っちゃダメですよ。別に振りでもないぞ。お、表情が始まるか。そろそろいろいろやっていきたいので一旦中断しよう。お、実光帰ってきたか。表情を始めましょう。報告いたす。で、南の方は陸路を伝ってくるか。なるほどね。あ、でも三好さんはどうやら朝倉攻めてこず、この秋国虎だけが朝倉を攻めている。まあ、この一部隊だけならなんとかなるかもしれない。さて、では元山城を守っていきましょう。さあ、三好長慶再戦だ。ハーフタイムを終えたが、まだまだ我々兵力は十分あるぞ。長慶君、どこまで耐えられるかな。でもやっぱり強いね、長慶。他スキルはどうだ。挑発なんかするなよ。別に振りでもないからな。
スキルが発動できる部隊がいればいいが、この辺は足止め激励か。今のところ守備力を上げる意味はないな。耐久はまだ持っている。敵が迫っております。また三好が来るのか。なかなかしつこいな。おっと、あなたは結構厳しいぞ。で決めます。宇都宮花さん交代しよう。間に合うかな。激励で防御を上げよう。教えてやろう我が戦を。よし、なんとか持ちこたえた。だが門の耐久自体はもうそろそろ持ちこたえそうにない。ならばこちらの部隊は交代。花さんはもう狙い撃ちとか魚で押したらもう別の門まで、まあ門の外まで交代しよう。さあ三好長兄、まだまだ922人の兵を残している。さて来たぞ。ならば狙い撃ちはまだ届かない。届くと思うんですけど前に出たら危ないかな。お、入るな。狙い撃ち。あ、でもどっちも防御力を、まあ、低下させる効果なんであまり意味はなかったかな。とりあえず宇都宮花さんは交代。おっと、金貞、金貞きついぞ。用心、時の声。よし、長兄を破った。でもまだ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 来るんですよね。お、戦利品として家宝、なんて読むんだろうこれ、粉吹きっていうのか。出陣する。とりあえず一旦この花さんから交代させておいて、で100人で再出撃。出陣します。おや、どうやらこちらの部隊は交代している様子。いや、あのね、ここ今陣作っているんでちょっと通られると危ないんですけれどもね。まあいいや、とりあえずこちらの部隊は今度は朝倉の方に向かおう。いや、またこれで米がなくなっていくんでしょうね。ふむ、そろそろ出た方がいいか。本山さん、忠誠は回復しているはずだ。頼むぞ。出陣するぞ。止まるのです。行きます。で、一部隊、そうだな、このヒデさんかな、南に向かわせよう。裏戸の陣まで向かってくれ。止まる。おっと、どうやら陣は破壊された様子だが、秋は交代していく。一撃で逃げるとはなんとも情けない。で、この間にどんどん毛利殿、おや、もう三好家引いていくのか。ふん、大したことはないな。城へ戻ります。こっちの陣大丈夫かな。あ、でも中止されたことになっていますね。表情を始めましょう。先月の終始です。総さんさんがどうやら連合を進言してくるが、一体誰になるんだ。じゃあできねえじゃんできない提案をするもんじゃないですよ。で、もう一回陣で、ここですね。あ、結局一からになるんだ。しょうがないな。久保川頼むぞ。またこいつらが攻めてこないとも限らないからな。あとはあとはさっき破壊されたこちらの陣も朝倉城の本山くん頼むぞ。さて、まあ先ほどの戦いでいただいたこの三好小吹きっていうんですね、茶道具で6等級か。なかなかいいね。まあ6等級って言ったら結構お金、まあ、8000とか1万ぐらいかかるとは思うが、まあ、どうやら三好長兄が所持していて、豊臣秀吉、あとは金森かな、その辺を経て三井家に伝わったって書いていますが、どうやらその長兄さんわざわざ茶器を用いてやってきたのをこの金貞君が奪い取った様子、やるねというわけで、まあ、しばらくはね、このまあ野島村上かな、見るとね、こちら三好と同盟組んでいるんで、その辺どう立ち回ってくるかが気になるところではございますが、まあまたしばらくはカットしていきましょう。さて、どうやらあの厳島の戦いイベントが起きるようですこれで大内家も終わりか。
どうだろうね、森家と同盟組んでいるはずだったんだが、どうやら元成先生が、まあその辺は、まあ、気を引かせて立ち回っていた様子。さすが暗躍が得意ですもんね。そうだ、より計りごとの多い方が勝つでもなんでバック宮島なんだろう。まあ、宮島周辺で戦ったとは思うが、特に嵐が起きているようには見えないぞ。すごい晴れやかで波が穏やかだ。まあそんな我々もね、まあこの毛利家とは停戦を組んでいる状態ではございますが、まあなぜかというと、まあ三好を攻めてって実は言っているんですよね。まあ攻めないとは思うんですけれども、その間にあの三好長家さんからいただいたね、あの茶碗を元成さんに差し上げました。でこの隙に我々この能島攻めようと思います。で三好家はまたね、こちらこの雑賀衆と戦っているみたいなんで、まあその隙で、まあその隙に我々はこの北上して能島村上倒していこうと思います。というわけで部隊編成は一条を中心に進軍で、こちらまだまだ同盟は続いているんで柚木まで進軍しよう。これでまたね、あの長宗我部さんとか、あと三好さんがどう動くかではございますが、じゃあ内政パートはカットしていきましょう。さて先ほどイベントがありまして、今度はね今川家大元節祭がなくなったんで、なくなった途端にね吉本さんがどうやらこの岡崎から出兵して、どうやら尾張を攻める様子ということは、近々まあ桶狭間のイベントが起こるかもしれない。まあといってもね、今回のパート多分この辺から東は多分関係ないと思うで三好家ですけれども、どうやら細川家進軍を受けている様子、さらには六角もこうして三好を攻めている。でこの辺でもね見づらいと思うんですけども、鈴木貞代さんが攻めているんで、多分ね三好家はこちら能島村上家攻める様子は、まあ攻めるというか、まあ援軍に駆けつけるまあ余裕はないとは思うんですよね。なのでその隙にこちら、まあ、元宇都宮、そしてあとは西園寺の領地のまあ兵士たちと、あとは一条金皿でこちら村上落として、村上水軍ゲットしていきましょう。あ、遊佐さんとかいるんだ。あ、調略したのすごいね、さすがだあとは竹吉欲しいな、強いもんね。あとは道康もまあまあ強い。この辺も取り込んで我々のまあ戦力強化につなげていきたいですよね。米はあるから、最悪またこの辺が攻められてもなんとか守りきる余裕はあるとは思う。おや、君の得意な海戦で勝負か。で三好家の援軍は、まあ、白地から大西さんが来たぐらいか、大丈夫、あいつぐらいなら倒せれる。ここの陣とか使えないかなさすがに河野は三好とは組んではいない。さあ一条よ水軍戦回戦できるかな。加勢いたす、やるぞ。まあ彼もやるぞって言ってるんで、じゃあやってみましょうか。行くぞアタケ船相手にどこまで戦える。かしこまりました。結構不穏な曲が流れているではありませんか。やるぞ。相手は1100、ほらアタケ船攻撃守備が上昇、攻撃守備が上昇、侮るなよ金沢。とりあえず味方が合流するまでは待とう。相手は金沢に突っ込んでくる、やばいぞ、逃げろ皆の者 わしを守れエブラ、なんとか相手を防ぐんだ。よしならば攻勢に転じようではないか。いや怖いねお、敵は退却していく。お、海戦名人手に入れたんだ。いいね、これであの一条さんもアタケ船作れるかもしれませんよ。とりあえずは敵の援軍も来ているので、そこはなんとか倒してはいきたいが、まずは一条さんは敵のこの能島城取り付こう。で残る部隊で
こちらにこの来島海峡から、ここに布陣して敵を迎撃しよう。表情を始めましょう。先月の終始です。結局は白地ぐらいしか援軍出せる余裕はなかった様子で、毛利さんは、まあ、やっぱり三好は攻めてくれない。とりあえずね、まあ、手っ取り早く、まあ、外交状況を良くするために、まあ、あえて攻めさせて停戦させて、さらには贈り物を上げて信頼度回復している状況ではございますが、とりあえずはこっちは鈴木は退けた。あ、でもこっち飯盛山はどうやら包囲されている大丈夫か三好さん、どんどん追い詰められているぞ。まあ、泡だけになるなら泡と讃岐だけになった時は私が攻めてやってもいいんだぞ。さて、では村上水軍倒していきましょう。とりあえずは加勢いたします。大西さんすぐ来そうだな。江村さん、なんとか耐えてくださいよ。お、いよいよぶつかるか。来たな、土井さんとあとは江村。さあ曲が変わった。3000対2000、なかなかいい勝負ではあるが、果たして倒せるかどうか。まあこっちはね、3部隊ですからね。え、どこを囲むのあ、一条さんの声がわざわざこの来島海峡まで届いた。いや、一条さん張り切りすぎですよあんた面白いなさて、黒人衆と足並みを揃えよう。江村さん、後ろを見せるのは厳しいかもしれんぞ。黒人衆こっちに来るんだ。お、来た来た。さあ大西を狙わせてもらおう。村上水軍の援軍には来させませんぞ。大西さん確かコブだったっけな、覚えているの。だな、残念だったな先導だ。相手はかなりダメージが大きいな。これならば順調に倒せそうだ。よし、三好の援軍は退けた。あとはそうだな、江村は撤退で、土井さんとあとは土井さんダブル土井さんでこの殿を救援しに行こう。で、殿はその間に甲状腺またすごいダメージ受けるんだろうな。とりあえずはこっちから攻めよう。硬いからな、気をつけろよ。なんとか挑発とかをうまく使いつつ相手を誘い出して倒そう。相手は3部隊もいるな、贅沢しているな。行くぞ。やられたな。まずは1部隊で用心。時の声このステータスですけれどもね、そこまでスキルを上げて、まあ、どこまで効果があるかわからないですよね。おや、他の部隊は来ないかね。お、来た来た。はい、挑発。はい、いらっしゃいませ。おや、もう切れたか。煽りが弱いよ。縄文を破壊しました。もうなんかねじ込んでいったな、縄文に。村上、待て待て。よーし、これで野島落ちたり。決勝は捕らえたり。我らの力侮るなよ。いや、金沙だ思ったより活躍しているな。とりあえずは全軍交代。江村さん、黒瀬から来ているのか。300何歩なら野島に入らせた方が早いかな。月が切り替わるまでに何とか入場できればいいんですけれどもね。まあ、ここの街道は、まあ、5まで強化してあるっぽいんで、まあ、すぐ入場はできるだろう。よし、着いた。で、入場。これで次のターンから、この耐久回復することができますね。あとはこの5ヶ月で、まあ、同盟が切れた河野。さて、まあ、次は彼を攻める準備をしようかね。
見ると、あ、やはり飯盛山は落とされた。あとはまあこの有岡とかこの辺を落として三好家の力を削いでいってくれたら助かりますね。じゃあ今回はこの辺にしましょうかね。まあしばらくね区切っていなかったんですけれども、まあなかなかいいところまで勢力は拡大してきているので、まあこのまま、まあこの河野攻め備えていこうかとは思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。